へいよー、平成最後のケンツ飯は、まあみんなで鍋っていったところでね、こんな感じで、シューッとなっております。食べましょう食べましょう食べましょう、いいよ食べて。よし、危なあ。とはいえ肉がまだちょっと赤いが、ほぐしつついけば大丈夫かなといったところです。さっき言ってきたせいで、うん、筋肉痛。そう、じゃあ筋肉痛だと思うけど、飲もうとするとプルプル震える。洗濯物をね、乾かし班をね、さっき派遣したんですよ。プルプル震えるんだけど、肉がもうちょっとかな。まあいけるやつはいけると思うけど、普段運動してないでバレたじゃん。運動してバレたわ。じゃあ食べます。これをご飯こんだけです。僕あとでみんなで運動しようぜ。それな、うん美味しいですか。いつはキムチ鍋や。スモールワードみたいに言うなよ。まあこんな感じで今日はね、作るとこの過程じゃないんだけど、次の試合に向けてまったりっていうことね。です。なんで食べてるとこ映してほしいって言うわけけど、むずいよな。難しいよ、難しいです。まあ、それはまた韓国での外食とかやな。うん、皆さん令和どうお過ごしでしょうかといったところで、どう平成どうだった？どうだった？北島もどうだった平成？まあ良きやった。平成最後に人生変わるよね。確かに人生変わった。最後に変わったね、ジャック。ジャックは平成どうだった振り返って。平成どうだったの？何年も俺平成10年。俺12。俺11。11か。1個差か。そう、だんだんだんなってる。へえ。どうだったジャック平成？どうだった？うん。まあなんだかんだ楽しかったよ。楽しかった。令和も楽しめそう。令和も楽しめそう。いいじゃん。18歳、19歳が何言ってんだって言われて。俺は平成もう最初知らんからな。うん、確かに。うまっ。たかが19年ぐらいの、20年近くの。どうなんだろうね。あ、だって大晦日みたいな感じでしょ。大晦日のもっとレアバージョンでしょ、今日。うん。明けましておめでとうございますじゃないじゃん。じゃない。なんやろな。だって今まで天皇の方がお亡くなりになったら変わるんでしょ。急に変わるん。わかんないけど。わかんない。今回みたいにこう今回みたいにこう降りるっていうことはそうないらしいからめでたいんよね。すごいね。まあ、ということで皆さん令和もまたよろしくお願いしますということで、こんな感じで。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。